皆さんこんにちは、ももです。今日はネイルオプソのヒョナのメイクをやっていきたいと思います。ハーフ系のグレーカラコンを入れたら、次にアイシャドウプライマーでまぶた全体に塗っていきます。ブラウンオレンジ系のアイシャドウでまぶた全体に濃くなるように指で広げていきます。下のラインも上まぶたと同じように1センチほど塗っていきます。薄いナチュラルなブラウン系のアイシャドウをブラシにとって、二重幅の部分に軽くなじませていくようにのせていきます。そしてブレンディングブラシでぼかしていきます。次に黒のジェルライナーで粘膜を埋めていきます。まつげの間にも埋めていきます。このようにアイラインを引いていきます。この時に目尻を跳ね上げないようにするのがポイントです。濃いめのブラウンをブラシにとって、目尻からまぶたの真ん中にかけてグラデーションになるように塗っていきます。そして目尻のアンダーラインにもこのようにくの字を描くように入れていきます。そして粘膜を避けて下まつげの間にブラックのジェルライナーで軽く埋めていきます。黒のライナーでこのように軽くラインを引いていきます。眉下にハイライトをこのように入れていきます。束になるようにマスカラを塗ったら、これでアイメイクは完成です。次にリップはコンシーラーでリップラインを消していきます。明るめのレッドのリップを使って、唇の真ん中の部分が厚く見えるように真ん中の部分を大きめに塗っていきます。ラズベリーカラーのリップを使って、唇の内側から中央にかけてポンポンとのせていきます。最後にリップブラシで整えます。ゴールドカラーの眉マスカラで眉毛をカラーリングしていきます。ヒョナは鼻筋がしっかりしているので、今回はノーズシャドウをがっつり入れました。オレンジ色のチークで軽くふんわりとのせていきます。ウェーブアイロンを使って髪の毛をセットしていきます。今回はゆるいウェーブを作りたいので、軽く挟むだけで大丈夫です。この工程を髪全体にやったら、ヘアは完成です。